4月30日、元宮崎県知事の東国原秀吉、66が YouTube を更新。パリ五輪、柔道女子52キロ級で話題を呼んだ阿部詩選手、24の、号泣敗退、にまたしても苦言を呈した。写真あり、泣き崩れた阿部、現地時間28日に行われた詩選手とウズベキスタンのディオラ・ケルディオロワ選手の対戦。 死選手は東京五輪に続く2連覇が期待されていたが、無念の2回戦敗退。ショックのあまり歌選手は大声で号泣し、うずくまって4分ほど身動きが取れなかった。死選手の号泣シーンは賛否を呼ぶ事態に、タレントの石原良純、62は29日の、ハトリ新一モーニングショー、テレビ朝日系、で、時に勝負だから残酷なところもあるけど、 僕はこういう姿もオリンピックの1ページだと思うとし、視線をいたわった。これと真逆の見解を示したのが東国原、29日のゴボ,ボスマー55ーースマイル TBS 系で悔しいのはわかるけどもあの泣きってのはどうなのかなと柔道家として武道家としてもうちょっと毅然として欲しかったとコメントした。 東国原氏は番組終了後に自身の X で今日の午後すまでも言ったが、やはりあの態度、大声で泣きじゃくり試合進行を妨げていた、は武道家、柔道家としていかがなものか、と改めて見解を綴りました、スポーツ指揮者。この時点では東国原氏への賛同も多く集まっていた。ところが30日、東国原氏は再度視線主への持論を展開したのだ。 YouTube で東国原氏は、あれはちょっといただけないかなという感じがします。勝っても負けても礼節を重んじて取り乱さないというか毅然とした冷静な態度というのはやはり柔道なんじゃないかなと思うんですね。審議体が問われる、と歌選手を改めて一刀両断しました、全室スポーツ指揮者。死選手が泣いて身動きを取れず、大会運営の支障をきたしたとして、ちょっとこのリアクションが稚拙なのかなと、 負けを真摯に受け入れて相手をリスペクトするという態度も重要だったんじゃないかとも続けた。死選手への辛辣な意見を3度にもわたって繰り広げた東国原氏。世間でも賛否が分かれていただけに当初は一定の理解は得られていたが、X 上では東国原氏の必要な批判をたしなめる声が。まだ言うの、しちゃん苦しんでるで、やめとこうよ。まだ言ってんのかよあなたもいい大人ならもうおよしなさい。 いつまで言ってるの資産のためにも、もうやめるべき、人の傷に塩を塗り続けていることがわからないの視選手は30日、インスタグラムを更新し情けない姿を見せてしまい、申し訳ありませんでした、と綴っている。意見を言うのは自由だが、過度な批判は慎むべきだ。